エビフライ丼、エビフライ丼ですっていうのはあんまり見たことがなくて、すっごい食べてみたかったから。分かる、このエビフライ丼ってなかなか見にくない？はい、始まりました。かなです。今日はランプルという、カフェレストランに来てます。ここはもう地元です。完全に地元、もう私が小学校ぐらいから来てるお店で、まあ、最近はねずっとちょっと市内に行ってこれてなかったんですけど、めっちゃ懐かしい、もう超懐かしい。ここよくね昔から来てたんですけど、久しぶりにこっちの方に来たんで、今日は日替わり定食があったりとか、とんかつ定食、エビフライ定食、丼、カツ丼、まあ、なんかいっぱいある。エビ飯もある、エビ飯もある。これエビ飯もやってんだ。平日7時半までで、日出勤から6時までです。ですね、そんな感じ。あ、こんな感じ？いいみたいな。そういうこと、使い方は初めて知ったかも。初めて使ったってことやな。すごー。60年からあるということなんで、昭和60年って1900何年？85年ってことで、私が生まれるもっと前じゃね。そうだよね、私がほんまにちっちゃい時からお昼ご飯何食べるみたいな、今日今ランプル、ランプル行くかみたいな感じで来よったところで、まだおばあちゃんとかが生きてる時に一緒に来よったところなんで、懐かしい。ほんと店内の感じもまああんまり変わってないけど、こうちょっとこう何だろう、ちょっと変わった感じもあるけど、そんなに大きく変わってないかなっていう。昔からこんな雰囲気でした、見て、美味しそう。やばいやばいやばい、拍手の喝采だわこれは。やばくない？わかる？わかる？もうなんていうのかな、もう絶対美味しいやろっていう見た目。じゃあこちらがご飯かな、いきます。うん、美味しそう、ずっとサクサク。まあ、まずはね、とんかつからいきたいところですよね。ホクホク、めっちゃホクホク。めっちゃ美味しいわ。まあ、もうほっこりする感じ。家でご飯食べてるみたい、本当に。なんかこう、まあ、外食なんだけど、もう本当に落ち着いて食べれる。あと店の雰囲気もなんかこう落ち着いてるしね。こんな感じでね。
厚みは。あと衣も結構薄い感じです。むずい衣やけど、もう衣が迫力で、結構肉の噛み応えがあります。すごくで、通常噛み応えがあるって言ってもさ、硬いわけではなくて、すごく食べやすくて美味しいです。あとはあっさりしてる、結構美味しそう。これは、エビフライ丼。エビフライ丼ってなかなか見にくない？ね、珍しいと思う。エビフライ丼、エビフライ丼ですっていうのはあんまり見たことがなくて、すっごい食べてみたかった。だから、これこのエビフライ丼ってなかなか見にくない？そのやっぱ親子丼とかカツ丼とかよく見ると思うけど、エビフライ丼ってなかなかないよね。めっちゃ懐かしかった。もうなんか地元帰ってきた感がすごい。まあね、もう本当昔から行ってたところだから、なんか帰ってきたなって感じ、私は。でも何もあんま変わってない。その外のね、壁はね、塗られたって言ってたけど、本当中の感じとか雰囲気全然変わってなかったから、なんか昔をすごい思い出しました。ご飯はほんまに美味しい、普通に美味しい。でやっぱりこの地元の方がやっぱり来られるし、そこもあんまりね、病院がないんよ、この辺。わかる？あんま病院なくて、地元の病院ってほんとここぐらい、まあ、しかなくって、その病院があるから、多分おじいちゃんとかおばあちゃんとか地元の方が帰りに食べて帰られたりとかするみたいですね。はい、あとはやっぱそういう高齢の方とかも来られるから、味付けもやっぱり結構こう出汁の感じ、なんか塩分とか糖分とかあんまりガッと入れてないような感じで、あっさりした味わいで、こう素材の味を引き立てるような美味しい味付けでした。ごちそうさまでした。今日の動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね、皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね、動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。